Cái chinh. Talk to Xiangling and Smiley Yan Chao. Hehe, double Xianglings. Do you exchange these dishes? さすがだ。負けを認めざるを得ない味だよ。ああ、この船長賞もとっても美味しい。気に入ってくれたということは、お前は見る目のある料理人だ。うん。私の実家も小さな料理屋だからよくわかるの。人にとって食は何よりも大切で。お前の料理は変わった発想と食材にこだわることで有名だと聞いたが、まさか小さな店の出身だったとは。あなたもね。旅館の料理人はいつもお客さんのことを大切に考えてるでしょ。あんなにいい料理を作れるのもうなずけるよ。お前はいい相手だった。機会があればまた手合わせしよう。うん、次は今日よりも強くなってるからね。約束だぞ。ロン。旅人、パイモン、お待たせ。さっきの料理は食べられた？まあまあ、その話はやめてくれ。審査員に選ばれなかったんだ。気にしない気にしない。戻った。本当か？やったー。ああ、そういえば私と元祥に商品を送るから届け先を教えてほしいって主催者に。後でまた会おう。行っちゃったな。まあ嬉しそうでよかったぞ。そういえばさっき国生が行幸と一緒にどこか歩いてったな。Look for Kaching. Where is Kaching? What is this, Madam Pink's, please? Yosho! Hello, Kaching.Not this again. Okay, Kokusei! Koko ni ita no ka? Ah, kite kureta no ne. Ore, okanai kou da na. Nani ka nayami goto demo aru no ka? Tabibito, chotto komatteru koto ga atte ne. Sakki no shiai, Kokusei wa...シャンリンに票を入れなかったことを後悔し、いいえ、審査員として公平は保つべきだわ。私の票は真剣に考えた結果だから後悔はしてない。でもシャンリンは私の友人だから、このことを彼女に話すべきだと思ってるの。けどこれはあくまで私個人の立場から考えたこと。参加者であるシャンリンは理解してくれないかもしれない。シャンリンみたいな性格のことの接し方もわかっ、オイラは大丈夫だと思うぞ。言い方とかシャンリンはきっと気にしないって。それに最終的に優勝したしな。みんなここにいたの？探したよ。シャンリン、その伝えたいことがあるの。え、どうしたの？
料理対決の時は己が心に従うようにと私の祖父が言ってたわ。つまり料理で勝負したり私有を消したりする時、自分が思った方に票を入れるべきで、他の影響は考えず本心に従うべきだと。もちろんこれは祖父個人の見解だわ。でも私もそれが正しいと思ってるの。だから私はあなたの友人だけど、票を現象の船長賞に入れたわ。 I think you mean Golden Shimbals. そうよ。ええ、その通り。エビのポテト包み揚げが好きなの。真剣な顔をしてるから何かあったのかと思ったよ。大丈夫、私は全然気にしてないよ。え？国政は自分の好きな方に投票しただけ、何の問題もないよ。逆にそうしてくれないと不公平な試合になってたでしょ。わざわざ伝えてく、そんなことは。私言ったでしょ、真面目な国政が一番大好きだって。私にとって厳しくない意見は意味がないの。ぬるま湯を求めるのは素人がやること。私はもう素人じゃない。これから進むべき道や作る料理は今以上求められるはずだから。逆に国政は責任感が強すぎるよ。気にしなくていい時もあるのに。国政は七星であり、一人の女の子でもある。友達といるときは気を使わなくてもいいんじゃ。それに行幸さんもこんな感じなんでしょ。北斗姉さんから教えてもらったんだけど、行幸さんとはお互い気を使わない中で、行幸さんは身分や地位を気にしないし大胆な人でしょ。国政もあの人みたいにもっと肩の力を抜いてよ。旅人シャンリン、そういえばここで立ち話してる場合じゃなかったわね。まだかまど神の心臓を確認してなかったでしょ。と忘れるところだったぜ。早く確認してみよう。スティフガード、go to Eugene Clarence. I always forget what's that. Yeah. Bro. Okay, found it. Hey, this is the first time I use the entrance. I forgot about the rock. Dwayne the Rock Johnson's. そんな、試合は
はあんなに盛り上がっ、まさかあの試合じゃかまど神をよみがえらす、もしかしてこれじゃダメだったのかしら。そうだぞ、もうここまで来たんだから。そうだろシャンリー。うん、時間があるからもう少し、ま、そういえばコクセイ、いいお知らせがあるんだ。この師匠が試合前に来てくれて、欠けてたレシピの文字を解読してくれたんだ。すぐ場所を探して作ってあげるから少し。シャンリー、そうだ、旅人も一緒に来てくれる？シャンリンのやつ、現象に勝ったばかりなのにオイラたちにちょっ、違うよ、レシピを集めるのが好きなんでしょ。旅している時にこの旅、そうだったのか、オイラたちの考えすぎだったか。今さらそんなお世辞を言われても。な、何よ、料理を作るんでしょ、ほら。心臓は蘇るのかしら。I got a recipe for something. Delicious chili corn bread buns. Okay. I wish there was a waypoint here so I don't need to climb that much. Kakeiko shimasho!Chef Mao is gone. Oh, this one. It looks like eggs, but it's cornbread.できたぞ。これがレシピに書かれてた料理か。早く国政に渡そう。私もできたよ。一緒に国政のところに戻ろう。It's a four-star dish.
Hey, almost there. Momentum ping. Funny. Didn't taste everyone's dishes.私のお父さんは
そのまたお父さんからおし、うちではピリ辛蒸しまんじゅうって呼んでるんだ。家庭でも作りやすいし、持ち運びもしやすいから。あらあら、グオパーを見てたら思い出しちゃった。グオパーと初めて会った日に作っていた料理もこのピリ辛蒸しまんじゅうだった。グオパーと初めて会った日？うん、私とグオパーはある洞窟で出会ったの。その日洞窟で雨宿りしてたら、そこに祭壇があるのを見つけてピリ辛。その後うっかり寝ちゃったんだけど、目が覚めたらグオパーがピリ辛蒸しまんじゅうを全部食べちゃっててね。それ以来この子はずっと私についてきて、今では私の家族になってるの。おい、おしゃべりに夢中になってたら石を見ろ。ん？爆発した。ゴバ？これはゴバ？師匠。マダムピン。ピンバーヤ、見ろよ、この心臓まるでゴーファーみたいだぞ。ほっほっ、そうじゃ。何せゴーファーこそが子供たちの探していたカップ。ゴーファーが魔人？ゴーファー is a god?傘がかまど神をよみがえらせる鍵となるかどうか、わしに聞いたじゃろ。あれの「かまど神は民を思い、そして人々の願いをかなえるため身を粉にしてきた神。この心血とは技術、才能、経験のこと。しかし心の願いこそが人々の胸の奥底にある最も純粋な力なんじゃ。料理王決定戦は見事じゃったが、そこに注がれた心血は願いを上回っていた。心血じゃが、国政があの料理、その願いが叶った時に湧き上がった大きな力がかまど神の心臓と共鳴し、当然かまど神そのものは心臓の中にいなかった。皆のそばにいたのじゃからな。あ、全盛期だった頃の自分の心臓を見た感想はどうじゃ。見事な威風堂々とした姿じゃろう。全盛期？あ、ちょっと待って、グオパーに何があったの？もしかして今のグオパーは昔と違うの？かつてこの者はリーユエの大地の守護神じゃった。過去に持っていた知恵と力は全てこの大地に捧げ、魔人が力を大地に捧げる、そういった伝説は聞いたことがあるわ。でも一体どうやって？大地が直面してきた危難や試練は子供たちの想像をはるかに超えるものじゃ。理由への力、災害が完全に消え失せることはなかった。かまど神はかつて人々と不毛の平原を越えて港へと訪れ、家を建て火を
に最初の光を灯したのも、幾千もの家々に料理の香りを漂う。人々はすでにかの者のことを忘れてしまった。じゃがかまど神が存在した時代、人々にとって最も大切な戦。Oh, is that why、Gobas back has the view of him? I know what's happening. Oh, it's the reason. Marcosias was Ichino Masatsu's Hibana から誕生した Yokato Museo Magnus just glitched.So basically, we have been searching for the Sylph God that is Goba.So Goba used to be、taller than human. Whoa, Goba animation. It's baby. Goba, Dragon King, Cloud Retainer, Every Ostrich, someone? Wait, who's that? Young Madam Ping. Young Ganyu. That's Zhongli, Yanfei. There's Chongyu, Chuchu, Hu Tao, FGG. Why can't I watch this? With Beidou on the ship.If you want to watch this, you can just search, the story thing. With Ningguang, with something. Ching, who's that? Either Paimon, Goba, Shenling. This was a very nice story, but I could only see this. A very cool story, but I can't even see anything from my screen, so I just look at Dragon Boy's screen. And
とって気持ちを高めるもの。なぜなら食べるということは市場の霊気をいただくものであり、飲むということは同時にそれは最も重要なことでもある。小さいものとは米一握りを食し岩に流れるうるき友よ。あなたが眠っている間リーユエはすっかりとにぎわい。クオッパ、こんなに大事なこと、なんで教えてくれなかったの？クオッパノイズです。もう昔のクオッパじゃないんだ。話すこともできないから伝えられなかったんだろう。クオッパ来なかったら。シャンリン、おいシャンリンさん。シャンリン、悲しむ必要はない。何事にも裏表がある。グオパーはかつての知性を失ったが、悩みのない生活を暮らせるようになった。この世で全ての悩み、そしてかまど神は知恵と勇を合わせ持っておった。前線で戦ってきた分、この子をもっと大切に。一緒に旅をしてさまざまなものを食べ。うん、必ずそうする。シャンリンは仙人と縁があるのね。グオパーもシャンリンを認めてるんだわ。長い眠りから覚めた瞬間、ピリ辛蒸しまんじゅうという懐かしい味と再会。いくら時が経とうとも、グオパーは自分が考えた料理を覚えていた。そうじゃ、故郷の料理を食べれば故郷を思い出すことができる。かまど神に初めて純粋な食の喜びを感じさせたのはシャンリンなのかもしれないわね。シャンリンって本当にすご…うん、そうだといいな。お客様に笑顔を届けることが私たち料理人の使命だから。さて、時間も遅くなっちゃったわね。私は他に用事があるから先に失礼するわ。旅人、パイモン、シャンリン、ありがとう。また時間があるときに君たちに会いに行くわ。バイ。お父さんはもう知ってるかもしれないけど、このことを帰って教えてあげなきゃ。お父さんは師匠のことをよく心配してるの。そうじゃったか。さあ、この古い道をゆっくりと進むんじゃ。おー。 So, did the quest finish? What? Oh, there's one more thing, I think. I hear chess. Zhang Li. お前か。久しいな、友人よ。
Oh, friend. Oh, yeah, oh, yeah. あなたもここを。この時期は外を歩いて食事を楽しむのに適しているからな。散歩とはいいものじゃ。わしらが開口する機会を与えてくれた。グオパーはあなたのことがわからない。グオパー、いろんなことを忘れちゃったのに、それでも親しい人を感じ取れ。友情とは元から時代を超えて存在するものだ。旅人、月酔いという言葉についてどう思う？名月を見上げれば全ての思いが込められていることがわかる。この感情と風景の中、星々に照らされ。泣き友の恩を感じ、古き友の情を受け、時の真意を追求し、先週の城を周遊。これらすべてを月酔いという。わしは随分と年を取って、し豊かな生命力が地下から湧き出るように。